はい、えーどうも、テラクラサリー、テラコスでございます。今回もですね、世界史、古代ギリシャ、ペルシャ戦争について語っていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、時代の範囲を捉えようというところでございまして、紀元前492年から紀元前449年のですね、まあ、約50年間の争いのことをペルシャ戦争というふうに言いますよ、というところですね。はい。で、これですね、えー、ペルシャ戦争でね、アキムネス町ペルシャが出てくるんですけれども、その前にと、 捉えてほしいのがギリシャにしてなんですね、まあ。ギリシャというところはですね、えー、海をー、まあ、英ゲ界を舞台にした国なんですけども、この英ゲ界によってですね、えー、まあ、アテネとかスパルタとか、まあ、デルフォイとかオリンピアとか、まあ、テーベとかあ、あとはデロスとかね、いろんなあ、ポリスというですね、都市国家がですね、栄えていくことになるんですけども、このギリシャあがですね、海の国、 としてですね、えー、力を持ってですね。まあ、英議会はもちろん、えー、右上のですね、ロシアやウクライナが戦っているような国会、英語ですね、支配していくんですね。えー、上貿易を行って。で、さらにですね、力をつけてですね、地中海まで手を出します。はい。で、この地中海には、ピザンティオンとかミレトスとかキュレネ、シリアネ、ニアポリスとかマッサリア、 まあ、要るマッサリアっていうのはマルセイユ、フランスイシ、ネアポリスに関しましてはナポリですしね。えーまあ、そういったところ。こういったところをですね、えー、植民地を置いてですね、えー、地中海の貿易を牛耳るうようになっていきます。でこの牛耳っていることにですね、えー、納得いかないのがですね、フェニキア人です。海上貿易の人種ですね、フェニキア人。 このフェニキア人を擁護しているのはどこかって言ったらですね、アキメネス朝ペルシャなんですね。まあ、その中で、えーまあ、アキメネス朝ペルシャはですね、どんどん、えー、メソポタミアからあですね、トルコの方まで、えー、支配していって、えーまあ、イオニア地域と言われるところですよね。えー そこにですね、ミレトスというですね、えー、都市国家があってですね、まあ、そこがですね、ギリシャの植民地だったんですね。ギリシャの植民地がですね、アキメス賞ペルシャ、えー、にはつきたくないというところで,ですね、反乱を起こすんです。で、それで、えー、ね、えー、アキメス賞ペルシャはですね、もうギリシャを許せないという形でですね、えー、戦うことになっていくんです。で、まあ、その反乱、 に対して、まあ、アテネがですね、後押しをするっていうことをしえたので、ギリシャバーサスアケメネス朝の争いが始まっていくということになります。はい。で、一応ですね、えー、ギリシャには、ペロポネソス同盟、ペロポネソス半島にですね、スパルタっていうのもあるんですけども、ペロポネソスという半島の、ポリスの同盟、名称はスパルタっていうものがありましたよと。 というところは、まず覚えておいてください。まず、えな、ー、んとか同盟で、一番最初にあったのはペロポーネソス同盟なんだよ、ということは覚えておいてください。なぜここに、えー、その同盟があったのかどうかというのは、未経年文明があったところでもあるというところは覚えておいてください。はい。で、えー、まあそんな今度はですね、えー、争いが始まるんですけれども、まずはですね、マラトンの戦いというものが始まっていきます。 はい。アミレトスを攻めて、えー、デロス島を攻めて、でアテネと戦って、でマラトンで、ゲ、えー、イギリシャと戦うことになるわけですね。でもね、えー、やっぱりアクメスチョペルシャっていうのは大陸をす、 で、えー、支配したものなので、海のお国と戦うことでは向いてなかったんですね。なんでマラトンでですね、えー、勝つことがギリシャ、あアテネは、えー、勝つことができましたよと。ね、これを覚えておいてください。で、マラトン。何、えー、か聞いたことないですかそう。マラソンの語源になります。マラトンでアテネが勝ったぞっていうふうにですね、マラトンがアテネまで走ったのが、えー、走れメロスの。 ええー、あれにもなりますけどマラソンの語源になりましたよ、というところをもう覚えておいていただければなと思います。まあ、こういった形で、海から侵入してくる、えー、戦いをしたので、まあ、一旦ですね、えー、アテネはですね、デロス島を含む、この英外界周辺のポリスとですね、手を組んで、デロス同盟というものを作りましたよと、名手はアテネです。 はいこれ。デロス同盟、海の連合。アテネは海軍の国です。スパルタは陸軍の国です。ということで、ペロポネソス同盟っていうものとデロス同盟っていうものがこれできましたよというところを覚えておいてください。ね。えーまあアキムネス朝ペルシャがですね、えー、と戦ったことによって、まあ、デロス同盟っていうのが、まあ、地位を占めていってい、 でも、昔からあったミケーネ文明からあるペロ,ロポネソス同盟、えー、名手がスパルタっていうところがいがみ合っていって、まあ、最近にペロポネソス戦争というものが起きますよ、と、えー、いうイメージを持っておいてください。まあ、それはいいんですけども、まあ、その後ですね、サラミスの改戦というものがありまして、まあ、 アケネスとペルシャがですね、えー、上の大陸から来てですね、えー、争ってくるというところで、で、えー、アテネの近くのサラメスというところで,ですね、海戦があ起きますよと。で、ここですね、えー、ギリシャ、シャといいますか、ギリシャのですね、アテネが勝ちますよと。で、あの、覚えてるんですけど、マラトンの戦いっていう時には、えー、重装歩兵、 かつ、市民の中でも金持ちの人が戦ったのがマラトンの戦い。で、このサラミスの海戦は、お金を持っていない普通の市民が戦った戦いというところを覚えておいてください。戦った人が違うんです。はい。えー、ここをですね、覚えておいていただければなと思います。で、次にですね、戦ったのがですね、えー、プラタイヤの戦いというものでございまして、 いわゆる、また陸から来てですね、プラタイヤにですね、陸軍がですね、アキルメストペルシャの陸軍が残っていて、まあ、アテネではですね、やっぱ陸軍には勝てないので、えー、ここで、えー、デロス同盟とペロ,ポペロポネソス同盟が連合を組んで、ギリシャ連合として、えー、アキルメストペルシャと戦って勝ちますよ、と、えー、いうところも覚えておいてください。はい。海に強いのは、デロス同盟なんです。 ね。最初、マラトンの戦いだったんですね。マラトンの戦いで、えー、重装方兵で勝ちまして、で、次にもう一回ね、アケムス・ショペルシャが来るというところで、それに備えてですね、えー、まあ、多分、海から来るだろうという形でですね、えー、デロス同盟、えー、を作ったわけですよ。でも、また、あ、次にプラタイヤの戦いで、アケムス・ショペルシャの陸軍と戦うことになりますので、陸軍に強いプル、ペロプ、 ネソス同盟であるエスパルトを名ュとしたペロポネソス同盟とデロス同盟が連合を組んで戦った。それがプラタイヤの戦いというふうにですね、覚えていただければなと思います。これによってですね、カリアスの和訳というものを結んでペルシャ戦争は終結をしますよということですね。和訳っていうのは停戦みたいなイメージを持っておいてください。 ね。その戦争が終わったんじゃなくて、とりあえず戦争をやめようかと。で50年も戦ってるのでやめようかっていう和訳になります。はい。で、この後ですね、開けましょプレッシャーと、ね、マケドニアとの戦いにはなっていくんですけども、その中で、えー、一旦停戦になどのがこのカリアスの和訳。これを覚えていただければなと思います。はい。で、えまあ、次回はですね、その、 マラソンの戦いやサラミズの改善、ね。金持ちの市民と、えー、金持ちじゃない市民っていうものがいましたよね。えー、この中で、えーまあ、いろんなことが起きてですね、民主政治っていうものができていきますよ。というところからですね、次回はですね、ギリシャの民主政治について語っていこうと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、あチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。